そして宮城ゆかりの選手。上位指名が予想されているのが大崎中央高校出身の麦谷悠介外野手です。麦谷選手の武器は50メートル5秒8の俊足。大学リーグでは5度の最多盗塁賞を獲得しています。さらに遠投110メートルの強肩も魅力です。小学校が終わったらランドセルを放り投げてグラウンドに足を運んでたの方だったので、やっぱ自分は日本一になった時もスタンドで見てましたし、そういう時に夢や感動を与えてもらったので、僕は次はやっぱり僕がプロ野球選手になって夢や感動を応援してくれるファンの皆様に与えたいなと思います。楽天は三木はじめ新体制で臨む今年のドラフト会議。1位指名は果たして。